ホームドアは転倒事故を防ぐという大きな役割を果たすが、車両のドア数を路線で統一しなくてはならないという欠点がある。例えば山手線では全駅に設置する代償として、6ドア車を置き換え、西武鉄道では3ドア、2ドア車両の本線撤退など、この難点をクリアすべく、技術者たちが様々なタイプの新型ホームドアを開発するが、現時点で広く使われ始めているのが大開口型である。しかしそれでも限界がある。この状態を打破すべく、石宮工業が開発したのがこちらである。ホームドアの戸袋部は、車端部2箇所だけ、つまりこのような動きをする。ドアを閉めます。ドアが開きます。大開口型をさらに広げ、ドア部を的用紙かのようにしたのが石宮型ホームドア、というか、ホームボールである。ドアの材質は軽量のカーボンでいいよね。はい、オッケー。これならどのドア数でも対応ができるため、最高。え？開閉時に危ないだ？大丈夫。なんとかなる。そういうわけで特許申請してくるわのし。